仲間になって、まじまじょピュアーズは5人になったにゃ。にゃにゃ、大道芸人さんが諦めすとに、ユリアは一人でピュアライズしたにゃ。ユリアの強さにモモカたちはびっくりだにゃ。あなたたち4人の力に私の力を加えれば、邪魔彦を人間界から消すことができるはず。マジマジョピュアーズ、マジマジョマジカル。ああ、でもまだ信じられない。マサヒコ先輩が家の事情でまた外国に戻っちゃったなんて。うん、でも仕方ないよ。そうだけどさ、戻ってきてほしいな。桃か、まだ元気がありませんね。あんなことがあった後だもん。気持ちの整理には時間がかかるよね。マサヒコ先輩、もう一度会ってちゃんと本当の気持ちを聞きたい。さあ見る見る夢を見るんだ、ほら見る見る大きくなるよ、眩しいくらいに輝いた未来、見える見える、オーレイ。まだ届かないことが多すぎ、部活が終わらないので私たちは先に。桃香を一人にしてはいけない。え、正体を見破られた邪魔彦はこのまま引き下がるはずがない。確かに今の桃香は好きだらけです。まさか私の時みたいに。行こう。じゃあ私職員室寄っていくから。うん、じゃあまた明日ね。またね、バイバイ。やあ、ももかちゃん。マサヒコ先輩、転校の挨拶がまだだったからね。急にいなくなって驚いたでしょ。あの、マサヒコ先輩、今まで楽しかったよ。だけど残念ながら遊びの時間は終わってしまったんだ。夢じゃなかったんだ。マサヒコ先輩が。僕が学校に通っていたのは君たちに近づいて弱点を探るためだったんだよ。僕の理想の世界を作り上げるためには
君たちは邪魔な存在だからな。理想の世界、世界中の人間がくだらない夢を捨てた暗黒と絶望に包まれる世界だよ。そんな夢なんか見て何になるの。叶うかどうかもわからない夢を見ることで人は苦しむんだよ。他人の夢を守ろうなんて思わず自分のことだけを考えてればもっと楽になれるよ。本当ですか。ああ本当だよ。だから桃香、朝彦先輩の理想の世界は本当に夢を捨てた世界なんですか。え、先輩の本当の気持ちが聞きたい。私のように桃香のことまで操るつもり。ひどい言い方をするね。僕はひどいのはあなたです。あなたはここにいてはいけない存在。みんなちょっと待って。お前たちをこの世界から消してしまうまでだ。いえ、消えるのはあなた。え、行きましょう。マサヒコ先輩、マジマジョマジカル。魔女化ステージスタート。魔女化ステージ、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 スタート。
いシールドがあるのね。あれは一つしか出せないはず。五人別の方向から攻撃しましょう。マジマジマジカル。テレポートパール。テレポート。このシールドは誰にも破れない。甘く見ないでよ。そしてこの槍もね。ゴーじゃダンス。みんなこっち。マジマジマジカル、レインボーダイヤモンド。なかなかやるね。でも今度はどうかな。ゴー、ジャマーズ。マジマジマジカル。この槍に勝てるものなどない。次でとどめだ。マジマジマジカル、バイバイエメラルド。ゴーじゃマジイエロー。マジマジマジカル、取り出しエメラルド。バイバイした槍を戻れ。何？何だと？すごい、取り出しエメラルド初めて見ました。ありがとうユリア。ありがとう。
サヒコ先輩。まさか。こわー、じゃまーし。どういうこと？どうして攻撃が解けたの？桃花の心に迷いが生じたから。私、桃花どうしてですか？邪魔彦はみんなから夢を奪おうとしてるんだよ。分かってる。でも私は正彦先輩を助けたい。私たちの力でピュアライズして本当の姿に戻してあげたい。桃花、邪魔彦は諦め人とは違う。彼は邪魔界の貴公子。ピュアライズすることは絶対にできない。私はそうは思わない。え？私、生まれてきたどんな人だって夢を持ってるって信じたいんだ。魔法戦士はみんなの夢を守るんだよね。私は正彦先輩の夢も守りたい。それができれば素敵だよね。うん、私も桃花に賛成。私もです。みんな、ユリア、みんなの夢を守ろう。ユリア、桃花、人の心を清めて温かく包む。そうね、それがハードルビーの戦士が持つ偉大な力。やはり桃花。5人の力、この僕をついに本気で怒らせてしまったね。今度こそ全員闇に落ちるがいい。